こんにちは、吉田です。こんにちは、小浜拓也です。はい、小浜さん、久しぶりですね。はい、久しぶりです。どうですか、最近調子は。調子はもう自由気ままな感じです。自由気ままな感じって結構ね、小浜さん、はい、話を僕はね、間接的にね、やっぱ聞くんですよ。やっぱ僕もやっぱ福岡出身で、そうそう、ここはですね、福岡でも僕やっぱ結構福岡にいる時に、はい、カフェ巡りって言って、もともと僕は今家を持ってないし、パソコンで仕事できるような状態に、落としてるというか、まあ、今の時代そうじゃないですか、はい、まあ、昔はそのノマド生活っていうのが流行りましたけども、はい、僕自身はやっぱり今そういう家がなかったりとかしながらも転々といろんなところ、まあ、日本とか、まあ、海外とか、でもですね、でもやっぱ人に会いに行ってるんですよ、結局は。で、結局きっかけ作ってパソコンでできるけども結局ね、寂しいんですよ。寂しいですね。究極の何屋さんかって言われたら、はい、寂しがり屋です。究極の寂しがり屋で、今回その、はい、今ちょっと言いたくないんだけども、はい、言っちゃうとやっぱバレちゃうから、まあこう後ろにいる、はい、泉さん、素敵な方ですね。もうマニアックなんですよ。コーヒー通のマニアックで、うん、でですね、今回この役員に会います、はい、リバーですね、皆さん。リバーさんで今ここ、急遽ですね、はい、またたまたま今日午前中は小浜さんがね、今仕事を隠れてやってるので、その仕事をねちょっとヘルプしつつも、はい、ありがとうございます。しつつもちょっと預かり物しつつも、はい、雑談しつつも、すごい、これ勝手にまた動画撮っちゃったっていうノリなんですよ、いつも。はい、ねえ、ねえ、リバさんのこの水も美味しいし、美味しい。いいですね。だいぶ暑くなりましたけどね、最近は。どうですかね、最近コマさん。まあ、結構、まあ、ドバイに行ってても、そしていろんなとこ行ってもやっぱ僕と、はい、やっぱ関係する人が名前が出てくるわけですよ、はい、その中でもやっぱ絶対出てくるのは小浜さん、はい、出てくるんですよね、はい、小浜さん、今小浜さんもだって昔、だって僕と何年前で言われましたっけ。もう3年ちょっと前ですね。3年ちょっと前でしょ、はい、で3年ちょっと前までの生活って、その時出会った時って、はい、まだだって小浜さん会社で働いてましたから。そうです、サラリーマンだったんです。サラリーマンですよ、小浜さん、はい、サラリーマンでやりつつも、はい、なおかつそこから3年前に出会って、はい、そして一緒に何かビジネスとか、はい、旅行しながらとか、はい、海外行ったりとか、はい、日本行ったりとか、はい、やりつつ会社すぐ辞めて、なんか Facebook で明日会社辞めますみたいな感じで、はい、突然辞めますっていうことで、突然辞めますとかって言い出しちゃって、クレイジーになっちゃってですね、はい、でそれから早もう3年ちょいぐらいですね、はい、ありがとうございます、はい、すみません。またおしゃれなコーヒーのマグカップを使って、おお、またチョコレートですね、これ。あー、これチョコレートいいですね。コーヒーとチョコレート、マグカップでもまたおしゃれ、高級ですよ、これ、うん、じゃあ乾杯いきましょう。はい、乾杯。リバーさんで乾杯、ゲームは。じゃあ、いただきます。うん、いいですね、落ち着く。話が変わったじゃないですか。3年半なんですよ、その、まあ、あれから会社すぐ辞めて独立して、はい、で今、まあ、一時何してるんですかって、その2年ぐらい、1、2年ぐらい聞いてたら、まあ、映画を見るしかやってないとか、はい、Amazon プライムの、そうですね、ビデオ、映画とかですね。もうね、ちょっとおかしいんですよね。これ、いやね、今動画見てる人、それを聞くと、何言うてんのみたいな。また、ありえないでしょっていう風に言われちゃうんで、まあ、あれから3年半経った今、はい、2年の時はそうやって映画を見てましたけど、今どうなんですか、今も。今も似たような世界。今も、独立、会社辞めて独立して、今も、はい、もう自由。自由な生活。ちょっと僕も昼間に会って話を聞いてるんですけども、映画も見つつも自分の好きなことを勉強しつつも、はい、そしてさらなる成長のために時間を費やしているということで、はい、まあ、自由奔放にやってますね。そうです、もう本当自由でしかない。何なんですか、一体その会社を辞めて独立するときにやっぱ怖いじゃないですか、うん、なん
か新しいことを挑むときって、うん、どうなんですか。もうその時は本当に会社を辞めたいっていうのを踏まえ、自分の感があって、その自由になる可能性を感じたから、自由になる可能性をね、決してこの動画でお伝えしていきたいのは、今動画撮ってるからって言って目の前の人立てようなん別に僕たちは思ってませんから、そのままでありのままでこのリバーで今動画撮ってるんですよ。これもまた大濠公園に行こうかなって言いつつも、実はやっぱリバーでリバーさん撮りたいなっつってやってるんですよね。やっぱ可能性か、やっぱり可能性を自分で信じることですよね。そうですね、もう自分をもう信じてやるしかないですよね。やるしかないし、やっぱり人生でね、誰が変えてくれるかって言ったら自分自身で変えていかないし、ないですね、やりたいことあるならやっぱどんどんやった方がいいなと。僕も今そういうやりたいことに関しての取り組みっていうか、ここ最近はドバイに行ってたんですけども、今ラマダン時期って言ってですね、断食時期なんですけども、もう今終了したんですけど、その時にね、心がけてたことっていうのがあって、その時ね、やっぱり自分で考えたこと、やっぱ海外行くと移動して飛行機乗ったりとかするんですけども、その時にね、全部やっぱアイデアに出してメモにして書いたんです。で、到着してからとにかくそれをやっちゃう。結構ね、やりたいことがいっぱいあって、やりたいことリストっていうのがあるじゃないですか、あれを全部とにかく失敗してでもいいからやっちゃう。なんかね、お願いしたいことも全部お願いしちゃうって言ったんです。そういうのがやりたいこと、だから言いたいことも言っちゃう。だから全部やったらなんか人間の脳みそって意外にスッキリするんですよね、うん、そういうことをいつも心がける。これいわゆるその断捨離だとか言うんですけども、やっぱり脳もそう、物もそう、やっぱどん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 新しいものを取り入れていくためには古いものを捨てていく、うん、ね、そういうのをやっぱりやっていかないといけないなと思ってるんです、はい、でその中でもやっぱり僕は捨てきられないものはこれは人なんですよ。人ですね、大事なんですよ。そう、3年ファンのお付き合いを今やっておりますが、いまだに、実はこの後ろにいる泉さん、泉さん、はい、もう5年ぐらいのお付き合い以上になりますね。そうです ね、実はですね、これ面白いハプニングなんですけど、僕実は理学療法士っていうのをやっておりまして、あの国家資格を取りて2年間半整形外科病院で働いたんですよ、田舎の方で大分県で。だけど自分の夢には、まあ、自分で独立するっていう夢がありました。でその時にでも独立を失敗しちゃって、でそれから成り上がって絶対やってやろうと思って、次の夢なんだと思った時にカフェだったんですよ。カフェをオープンするってことだった。でそこでカフェでオープンするって言った時に、まあ、もう二度とその理学療法士の世界に戻りたくないと思って、次の新しいビジネスということでカフェに働きに行ったんです。でその時に出会ったのは泉さんなんですね。毎日のようにお互いで出勤して昼休みになったら、もう夢をめっちゃ語ってましたもんね。暑かったですよね。もう本当にね、暑かった。暑い。やっぱ暑を。ゆずさん、暑いですよ。暑いということでね、ずっとこうなんか自分の目がけてるものっていうか、やりたいことを常にやってるし、やっぱりお互いで言い合う、語り合う、そして続けること、やり続けること、そうすればね、絶対に何でも叶うと思いますし、今から独立して頑張りたいとかって思ってる人たちはね、見てください、小浜さん、もう3年半付き合って、会社辞めますって、前の仕事、電信柱をチェックするだけの仕事です。そうです。どうでした？面白くないでしょ、だって真夏は暑いし、雨降ったら濡れるし、中で仕事もしないといけないし、わかるわ。そう、好きだったんですか、その仕事。全然です。なんで好きでもない仕事に就こうと思ったんですか。もうそれしか情報はなかったからですね。なるほどね。その仕事しかなかったし、それでもさ、その選択肢っていうのは逆にちょっと危ないですよね。ほとんどの人が何も分からずに大学に行けばいいとかって言って、その就職先を見つけるわけでしょ。でも自分のやりたいことを見つけようって思わなくて、何気なくいい収入とか、ね、そういうところに入っていっちゃう。それ一番危険だよね。そうですね。もう情報がやっぱ大事ですね。そういう何もない、だからそのずっと
中で生きてきた中で、うん、やっぱこのような情報を取りに行くっていうのが大事ですね。やっぱね、情報を取りに行く、うん、情報を取り続けていくっていうのはやっぱコアさん、ちょっと言葉は難しいですよ。そうですね、情報を取り続けていくって言うと普通の人が情報を取りに行くって言ったら書店に行くとか、まあ、本を読みに行くとかだし、やっぱり一番大事なことって会いに行くことだと思うんですよね。自分がやっぱちょっとした自分よりもやっぱり先に行ってる人とか、やっぱ気になる人にとにかく僕も会いに行くだよ。やっぱり会いに行って、会いに行きまくって、あの沖縄県とかって、沖縄県っていうとか沖縄ですね、沖縄に行ったりとか、いろんなとこ東京行ったりとかってやっぱやってたし、どんどんね、やっぱ家から出ることだ。でも小川さんの場合ってもう家から出ないのが特徴的なパターンで、まあ奥さんと仲いいからそれぞれでいいし、別にね、会社に行くっていう時点でおかしいっていうのもですね、まあ、どんどん自由なことをしようよというのは我々の生き方っていうか、どうだったんですよね。自由と追求、自由追求するためにも自分をしっかりと追求する。そう、せっかくなんで、この水にね、このクエン酸っていうのドラッグイレブンとかって238円ぐらいで買えれるんですけど、これをね、ちょっとこうポン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 ポーンとこういう風に入れてあげまして、水がクエン酸水なんですね。でこれを飲むとですね、疲労がなかなかたまりにくい体になっていくんで、ぜひこの動画見てくれて、結構も撮ってるんですよ、長いですよ、長いですね、せっかくなんですよ、盗んでもらってですね、はい、やってもらいたいなと思います。そうですね、コンさん、まあ今、まあ、自由にやってるんで良かったですよ、元気そうで何よりで、久しぶりですけども、はい、まあ、なんか今度また面白いことを2人でやりつつも、はい、ね、やっぱりいろんなこと僕もやっぱあって、やっぱ今思い出としてね、こうやって動画に残していくっていうのが好きなんですよ。でやり続けることも好きだし、どんどんね、こうやっていろんな人と出会って、いろんな人を連れてきて、そしていろんな人と仕事したい、もう昔から変わってないですよ昔から変わってない。でも変わるのはね、時代だから、時代に合わせてカメレオンの法則っていうんですけど、カメレオンのように仕事をね、自分のビジネスと世の中の流れと自分のやってることをどん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 合わせていくとね、きっとあなたもうまくいきますので、ぜひ取り入れてやってください。なんかわざせっかくなんで、なんか最近良かったなと思うことは教えてください。でもなんか自分、まあ、自分もいろいろコーチングとかもそういうのを習ってて、うんうん、まあ、まずそのサラリーマンやってたらそういう時間が全然取れないと思うんですよね、まあ、取れないし、それがもう自分の中に落とし込めない、うんうん、だからその自由の時間の中でやっぱりあの自分の本当にやりたい、まあ、やっぱり心の問題で自分がすごくあの悩んでた部分があったから、うん、こうやっぱ追求してそれを学んでいって、うん、でまたこれをなんか自分他の人に、うん、まあ、悩んでる人に、うん、なんか入ってできたら、うん、ねえ、そうですね、はい、やっぱり人間って、まあ、この間はまた聞いたけど8割が悩んでるって聞きますね。悩んでますね、僕からしてみたら悩むことがまずおかしいと思ってるんですけども、悩まなくていいんですよね。とにかくね、とにかくアクションして行動して、とにかく行動よりもとにかく失敗して、それを改善するっていうのが自分のスキルなんですね。改善した数が自分のスキルとして蓄積されるんで、もちろん改善しながらしなかったら終わりですよね。だからやり続けて改善していけば、ずっとね、自分が成長していきますので、はい、やってほしいなと思います、はい、で人間本来の力っていうのが、はい、あるんですけど、生物、はい、今日もちょっとソフトバンクの社長さんですね、孫正義さん、僕も大好きなんですけど言ってたんですけど、はい、人間の機能には増殖機能と進化する機能があるって言うんですよ、はい、これをだからやっていかないといけないんですよ、うん、いわゆる今軍戦略っていうのが流行ってるんですけども、はい、そうやってね、どん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 進化し続ける、そして仲間と増やしていけば、きっと、ね、自分たちのもう輝いているので、お互いで盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしたらですね、また今度動画アップするんで、はい、絶対に見てくださいね。それではここ本日はですね、福岡県役員にあります、はい、リバーさん、ちょっと隠れ家的なところなんですけども、
ジャズ流れながらも。泉さん、ありがとうございました。ぜひ皆さんここに遊びに来てください。それではまた。